ジョゼフ・ユリエビチアクロン1943年4月29日、ハリウッドはユダヤ系ポーランド人のアメリカ合衆国のバイオリニスト、作曲家、正統派ユダヤ教徒に属した。はじめ父親からバイオリンの手ほどきでバイオリンを始め、その後に別の教師に就く。7歳でワルシャワで最初の公開演奏を行う。その頃、ポーランドからロシアに移り、 1899年から1904年まで、ペテルブルク音楽院で、レオポルト・アウアーのバイオリン科に在籍する傍ら、アナトーリ・レアドフに音楽理論を支持音楽院卒業後に、ベルリンを訪れ、もっぱら、バイオリニストとして活躍。しかしながら数年後に、ペテルブルクに戻り、レアドフに作曲を支持する。1908年に、 ユダヤ民族音楽協会に加わり、ユダヤ系民族音楽の伝統に則っとる作曲家として活躍を始める。その短所となったのが代表作のヘブライの旋律作品33である。除隊後はペテルブルクのユダヤ人室内劇場で活動。ミハイルグネーシンと共にユダヤ音楽協会を監督。1922年にベルリンを再訪。 短期間パレスチナを訪れた後、1925年にアメリカ合衆国に移住。自作の最初の演奏会が成功を味わったのに、対して、後の作品では成功できず、上演拒否に遭うことすらあった。一時期ニューヨークのウェストチェスター音楽院において、バイオリン科の教授に就任。後に、アメリカ西海岸において、作曲家としての突破口を見出そうとした。しかし、 相変わらず作曲家としての成功は訪れることがなかった。アクロン作品は商品から対作まで広がりがあり、いくつかの競争曲も手掛けている。以前はヤッシャハイフェッツによって広められたアンコールピースヘブライの旋律作品33のみが有名だったが、現在ではその他の作品にも評価が向けられるようになり、音源も増え始めている。いくつかの作品は、 ヨゼフはクロンソサイティで無料の楽譜が得られる。ありがとうございます。